まあ、そういう意味からすると篠田選手もトップのトップでしたからね、はい、かなりいい演技をしたんですけどもちょっと惜しかったですね。ボンタシュ、これも1回ひねりですね。ボンタシュが 9.70 を出しますと篠田と2位タイということになります。ちょっと前半にかなり足が開いてますからね、はい、その審判の位置から見えるかどうか分かりませんが、ね、そうですか。今日は2位のサボドがどうやら勝ったようです。コマネチ、サボ、そしてボンタシュ、サボドとルーマニア続々といい選手が出てまいります。 9.75 篠田を抜きました。そうですか。2回目、これも決まった。おそらくね、足を開いている姿勢がですね、審判席から見えないと思うんですね。あれもかなりの減点なんですけどね。そうですか、はい、演技です。ボンタシュも全ての演技終了。手元の集計ですが、そうしますと女子は1位がザボド、そして2位がボンタシュの